久保さん、久保さん。やっぱり、毎日みんなやらないですよね。最近ですね、僕毎日始めたことがあって、ブログをですね、2020年元旦から毎日書いてます。毎日1000文字以上。まあ、これを1年、そして2年、そして3年、そして4年、そして10年、そして20年積み上げた後、僕の人生は変わってると思います。 でもね、多くの人が、あの、その、積み上げができないんですよ。で、今日ドリームアカデミア入った人がいて、まあ、その方にもちょっとアドバイスしたのが、あの、こんな質問をいただいたというか、決意表明というかね、ちょっと読み上げましょうか。えー、とううかっ,とっと、ドリマカ。まあ、僕がその方にもね、ちょっとお伝えしたんですけども、まあ、その方からいただいたのが、 え最初の報告ですということで今年のモットーは次の3つに決めました1やってみる2時間を大切にする3捨てる余計なことはしないノウハウコレクターからの脱出私はまず YouTube での情報発信を開始しますって書いてあったんで今日やってますかと、うん、あの決めた決めた脅威できてないんだったらダメですよとあ今日やりましょうっていうことをお伝えしたんですけども、うん、なんかね決めたらやるっていうね決めたけどだからやってない人が多いんですよ 決めたんだったら今日やらないと。逆に言うと今日やれないことは決めなくていいと思います。これ大事かもしれないですね。今日やれないことを決めてもどうせできないんで。それはまあ目標とかね、夢とかは別に全然いいんですけど、今日やれることを決めて今日やらないと、その結局積み上げじゃないですか。 でもともと最初ネットビジネス初心者の人はいきなり100万とか稼げないわけですからじゃあいきなりねセールスレターかけなんて無理じゃないですかかけますよセールスレターかけないですよいきなりかけないんでじゃあセールスレターかくための今かけることですよねこの今かけることを積み上げていった結果セールスレターをかけるのでセールスレターかこううん書けないよ最初はここだからここや今日やんない人っていうここ積み上げですからうんだから僕はもう3年まあ久保さんも まあ人生ね、あのー、山口陸の電子書籍を買ってから、まあ、正確に言うと久保さん1個じゃなくて、まあ、トータル的に40万か50万ぐらい買ってるんでな6個ぐらいかな、はいまあ、でかいやつは一発ですけど山口さんのちょいちょい買ってますからね <laughs> あの20時間ライブも有料ですからあれも買ってますからね久保,久保哲郎ですみたいなねあれも有料で20時間ライブ打って買ってくれて参加してくれて朝からね もう凡事設定ですよね。朝から広島の久保ですみたいな。<laughs> すごいですよね、あれね。参加する、参加す、参加すら凡事設定ですよね。もはや。まあとりあえず、まあ一個で、今できることを今やらない限り、まあ未来は変えられないというってことです。うん。少なくとも僕は今できることを今やって変えてきてますし、3年これで飯食ってます。この再生数でね、この再生数でようやってるなと思いますけどね。 僕なんか久保さんと違って全く金利とか裏,裏の収入全くないですよ。だからもう100%コンテンツビジネスです。100%です。だからめっちゃしんどいですよ。売れなかったら飯食えないんでだ。でもその代わりかなりスキルつきましたね。だって毎月どうやって売っていこうこの再生数で。だって普通じゃ無理ですから、この再生数でどう売るのみたいな話ですよ。普通じゃ2000万以上上げられないですよ。本当に。 であと僕は、久保さんが言ってる通り限定公開も取ってますから、こあの無料決めたんですけど、無料のアンケートの1問1答に関しては一般公開、うん。で、有料に関しては限定公開に決めました。いや、無料のアンケート。無料のアンケートに関しては、えー、プレゼントに関しては一般公開していこうと。で、えー、有料の商品買ってくれた人のお礼動画だったりとか、その裏でクロージングしていく動画は限定公開にしようかなと。 今後僕の目標としてはアンケートに100動画ですねだ今年去年の年末行きたかったんですけどできなかったんで1日 100, 100個の一問一答動画を撮るとつまりアンケートを、えー、100人からアクションを起こさせるということが、まあ、今年の目標かなっていうで100人のアンケートの一問一答を撮ったらもうちょっといいかなっていうさすがにもう 100人以上はちょっとね、200人とか300人の一問一答を1日は結構きついですね。今回も40何本取って、まあ長いやつは8分、10分。で、1、2分で終わらせたんですけど、結構かかりましたね。まあしかもね、アップロードして、一人一人メール送る。このメール送るのも大変なんですよ。アップして、リンクかましてみたいな。相当大変なんで、まあできる限りはやりますけどね。ただ100人いったらまあ、もういいかなっていう。 まあそこまで頑張ります。100人。必殺100人ですね。100人1問1答1日やりきるっていう。1日、1日全部100人に対して一人一人やるっていうこれが僕がもう今、あこの1問1答は僕が今できるキャパかなと思いますね、うん。頑張ります。まあそれも積み上げですから。はい。ということで、久保さん、いってらっしゃい。